通りなく再興できますこと、また皆様方の日々平穏無事をお祈りをいたします。祈念でございます。1座目の記念でございました。何かブツブツ言ってたなと思ったかもしれませんが、知らないこともいいこともありますので、中身は知らないまま進めさせていただきたいと思います。2座目のハノウという神楽へと移ります。ハノウはこの神楽場と呼ばれる、これから神楽を舞う場所になるところ、この場所をお清めするための神楽でございます。白い扇、白線の上に正面にございます尊いお米、このお米を乗せまして四方に三供をいたします。三供というのは散り備えると書きますけれども、お供えとまたお清めのためにこう巻くわけでございます。三供をいたしまして、この神楽場に入ろうとする悪しき者々、地味猛霊、そういったものを遠ざけるためのお神楽でございます。古くこの周囲にはもみを巻いたら空がにわかに書き積っていた空がこう晴れ渡ったとかですね、あとは黄泉の国の段においてはしこめと呼ばれる、ゾンビですかね、分かりやすく言うとゾンビのようなものから逃げる際ですね、桃を投げたらその桃にかぶりついて逃げることができたなど、尊いお米、また食べ物、そういったものには強い磁力が古くから宿ると考えられております。その稲玉の磁力をいただきまして、この清らかな神楽場を作ろうと思います。可能でございます。は各神社の宮司さん、根木さんが舞うことが定められておりますので、本日は菊池宮司さんが舞い手としてハノを舞われます。
ざめの加納でございました。四方に尊いお米をまきまして、清らかな神楽場を作ったところで、次に三ざめはお祓いというお神楽でございます。お祓いはその名の通り、正面にございます神様にお供えするためのお酒であったりお赤飯であったり、また神様にこの後降りてきていただくわけでございますが、この山と呼ばれる飾り、そしてこの鎌倉神楽は湯立神楽、湯花神楽とも言われまして、その名前の最も大切な部分であります、あの浜場でぶつぶつと煮えたぎっておりますお湯、またご参列いただいている皆様方すべてをお祓いするために行うのが、この三ざめのお祓いというお神楽でございます。三ざめお祓いでございます。
御目のお祓いでございました。ご奉仕をいただきましたのは白旗神社、富士山の白旗神社の鈴木宮司さんでございます。お清めお祓いが済んだところで、いよいよ神様をお招きをしたいと思います。正面にございますお米のところに青と黄色の御幣が刺さっております。こちらにはうぶすなの狼様、うぶすなの狼様というのは生まれた土地の神様でございますけれども、本日はご両神社さんの祭礼でございますので、ご両の狼様、そしてこの山の頂上のところに赤と白、紅白の御幣が立っております。こちらには火の神様、小結の狼様、水の神様、水葉の目の狼、この二柱の神様をお招きをいたします。神様というのは、一柱、二柱、柱でお数えをさせていただきます。二柱の神様をお招きをいたします。四柱のお部屋招きでございます。